今より、ローズガーデンアークス行徳3階の内覧動画を撮影したいと思います。まずこちらが玄関でございます。で、シューズボックスがこちらに上と下にございます。はい、続いて、廊下をまっすぐ行きますと、まずこちらが LDK13.1 畳の約 13.1 畳の間取りでございます。家具が置いてあるのでちょっとイメージはしやすいと思います。続いてこちらがキッチンでございます。はい、キッチンは一部ガスコンロ、換気扇、水洗金具等が利用されておりますが、基本的には既存のやつを使っております。ただ状態は、良好でとても綺麗でございます。はい、浄水器付きの水道で食洗機は付いておりません。はい、続いて、洗面室はこちらでございます。こちらは洗面化粧台、三面鏡の洗面化粧台ですね。こちらも、リフォームはされてないです、あとこちらは洗濯機置き場で、こちらが浴室になります。はい、状態は良好だと思います。続いて、トイレですね。こちらのトイレも、リフォームはされておりませんが、すみません、こちらはリフォームされております新品です。はい、続いてこちらが、まず洋室、右側の玄関と右側の 6.1 畳の洋室でございます。はい、収納スペースもしっかり、収納スペースもありますので大丈夫です。で、続いて向かいのお部屋がこちらが 4.1 畳の洋室でございます。で、窓もついております。はい、収納スペースもまあ一般的な大きさであります。続いて、こちらが和室ですね。6畳の和室になります。はい、押し入れがついております。最後に、バルコニーの方行きます。日当たりは良好でございます。はい、もうバルコニーの大きさもちょっと大きめですね。ただ眺望は目の前に屋根があるので、その照り返しといいますか、眩しいぐらいの日当たりの良さでございますが、眺望はまあそんなにいいとは言えないですね。はい、以上です。内覧動画を終了したいと思います。こちらは、南行徳駅徒歩14分の立地と、あとリフォームがされているので、まあ綺麗になっていると、あとは、ペット飼育も可能ということでございます。キッズルームなどもあり、共用設備も充実しております。以上です。内覧動画の撮影終了したいと思います。ありがとうございました。